堆積症は、相症の一種であり、元層、堆積構造、生根化石などによって設定される。堆積環境を知るためには単に層のみを解析するのではなく、記載される類似性のあるものやそれらの関係性をもとに解析が行われる。これを満たすための概念が体積症であり、堆積症は空間的に特定の環境において堆積した堆積物に一致する。 体積症は解析の対象とする環境の違いによって同じ地層や路頭においても異なるものが設定されることがある。それらの厚さやスケールは様々であり、ルートマップや中上図を持って表現する際はその縮尺に注意する必要がある。体積層対比の法則などにより体積症やその関係を分析することによって個環境を復元することが可能である。具体的には、 連続するいくつかの体積症の組み合わせである、体積愛組み合わせを用い、それぞれの部分において環境を解釈することによる。すなわち体積症類重の解析を行うことによって、空間的な広がりを持った体積状を復元することが可能であり、これを体積システムと呼ぶ。南、イタリアゴルゴリオネに所在する、中心よのタービダイト放流 コーブンマ松田においてはタービダイトにおける例を扱っている。戦術の通り体積症の設定は場合によって異なる。タービダイトを形成した混濁流の解析を行う際は、ボーマにおけるバウマシーケンスの AE 区分は体積構造の変化に対応しており、それぞれの区分を体積症として用いるべきである。しかし、 タービダイト自体の解析を行う際は、同じようなサガンとデーガンの互相が続く限り一つの体積症として扱うべきである。ありがとうございます。